タミルイーラムとは、スリランカの北部と東部に、タミル人過激派が建国を絶望する、タミル人の独立国家の国名。過激派組織の一つ、タミルイーラム解放の虎は、2009年に壊滅するまで、タミル人の分離独立に必要な土地を一部を管理下に置いていた。キリノッチ県、ムッダイティーブー県の大半、マンナール県の一部、バブニア県の一部などである。 しかし建国を主張する必要な範囲の大部分、例えばジャフナ県、アンパーラ県、トリンコマリー県、バッティカロア県、プッタラム県などは、終始、スリランカ政府の支配下にあった。イーラムの概念、すなわち、スリランカのタミル人分離独立の問題は、50年以上続く、スリランカ内戦の中心となる問題である。タルフは、そもそも、 1977年の選挙でスリランカ国内のタミル人分離独立を訴えたタミル系諸政党の連合体であり、同年の選挙では北部と東部の諸州で議員を当選させた。政府はこの分離の動きに対抗するため、翌1978年、すべての会議員に国家統一支持の宣誓を義務付ける新条項を憲法に追加した。その結果、タルフは 議会への参加を拒否した。依頼た数の過激派グループが、タミル人の国家独立を求めて、武力闘争に入ることになった。タミルイーラムの名称はタミル統一解放戦線と、過激派グループの両方が使用しているが、スリランカの北東部州だけを指している。しかしながら、イーラム人民革命解放戦線をはじめ初期の過激派グループの中には、 タミル人が過半数を占める地域すべてを意味してイーラムの名称を使うものもあった。これには土地所有ではタミル人が多数を占めるものの伝統的にはシンハラ人の中心地域とされる内陸部地域も含まれていた。ただし現在ではタミル人分離独立のための領土要求は実質的に北部と東部の諸州に限定されている。 1948年から2002年までの間、一期間でもタミル・イーラム独立のために活動した過激派グループはおよそ38ある。有名なものでは、タミル・イーラム解放の虎、タミル・イーラム解放組織、イーラム人民革命解放戦線、タミル・イーラム民族解放組織、イーラム革命学生組織、さらに知名度は下がるが、タミル・イーラム軍、イラン海自由、タミル軍、 社会主義革命社会解放軍などがある。タミル人分離独立に反対する勢力は、タミル人はアパルトヘイト国家を作るつもりだと非難している。スリランカ統一のためのオーストラリアセンターでは、タミル人分離主義者は、タミルイーラムという名のアパルトヘイト国家を作ろうとしていると声明し、自治権以上の試みは、アパルトヘイトと人種差別の実例であるとした。 内戦中、タミルイーラム解放の虎の統治下にあった、スリランカの北部、東部は事実上の純独立国家として活動していた。独自の裁判所、警察、陸、海空軍、銀行などを持っていたが、これら機関を公式に認めた国は一つもなかった。そして電気と日用品は、A9 と A15 の日本の主要道路を通じてスリランカ政府、小和地域からの供給に依存していた。 また独自の通貨はなく、スリランカの通貨を使用していた。空港は複数あり、空軍の作戦に使用されていた。近代的なターマック舗装の飛行場は、スリランカ政府の爆撃を受けたが、その後も機能していた。ありがとうございます。